はい、5時21分ですね。どうだ、ここか、よし。6時、同時起床の予定だったんで、ちょっと早めに起きて、ちょっと風景ちょっと見てみましょうか。よし、ちょっと待って、よし、インターバルずっとやるんで、もうここだけの動画がよかったんで、給電しながらやると。まだまだ時間があるわけですよ。でもう一回ちょっと中に入ってこのんびりしちゃうわけですかね。よいしょ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 。おお、こんな感じですよ、ね、だから洗顔物の頭がちょろっと見えますね。ええ、で、あ、もう6時になりますね。で、ここの日の出が6時26分ですね。あと26分と。で、ちょうど反対側ですね。反対側に、こう、反対側というか、こっちですね。
この画角で言うとこっちから当たる、ぐわっと当たってくるんで、千貫門の、あの右側からちょっとこう当たるのかなっていう感じですかね。うん、で山があるんで、まあ、ちょっと日が当たるのは40分とか、なんか50分とかそんなんじゃないですかね。いい。バイクのですね、あのシガーソケットから、デジスのちょっと電池をちょっと充電します。電源が大事なんですよね。ここ相当分かりますよね。向こうから登るんですね。あ、そのところ山高いから全然この7時とかならないから登ってくるんじゃないですかね。6時18分ですね。あともう10分経たないうちにもう日の出なんですけどね、こっちには来ないと。で、ちょっとその間にちょっと お湯を沸かしますよ。で、実はちょっと昨日の夜やっと気づいたんですけどね、あのそこの、あの洗い場お湯が出るんですよ。お湯がだからお湯よし、とてもありがたいっていうかね、もうちょっと湿度が上がったんですけどね、えらい効率が違いますもんね。で、昨日ですね、あのちょっと話したんですけど、朝の儀式用のノンアルコールの忘れちゃったんですよね。だから日の出が出てもちょっとこう何ですかね、こう儀式がないと閉まらないっていうかですね、うん、でコーヒーはコーヒーで飲むんですよね。どうですかね。いやーちょっとなんかしょうがないですね。だから日の出とともに日が当たったらラーメン食っちゃうっていうような感じですかね。ラーメン食うの遅くなっちゃうな。うん、で今日はですね、南伊豆市の、河津桜、をちょっと見に来ますんで、そこが9時から、川沿いの道が通行止めになるんですよね。でその前に行ってちょっとバイクで少しこうぐるっとこう走ろうかなと思いますんで、9時前に行かなきゃいけないんですね。だから、1時間はかからないと思いますよね。7時半前にはもう出たいんですよね。で、これ太陽出るの多分7時近くじゃないと、これ山高いんで、隣当たんないような気がするんですよね。ちょっとギリですかね。うん。で、ラーメンだからもう、あれですよね、太陽は出る前に食べないとちょっと、本当はね、出たから食べたいですよね。いろいろ考えちゃうんですよね。うん。6時26分ですね。もう日の出の時刻になったかな。ああ、相当軽いな。ちょっとこう、空は、ね、光が当たってますね。鳥が飛んでますよ。カラス。カラスじゃない。おお、月となんか幻想的だな。カラスや。カラスか。元気だな、カラスさんと。うん。いやでもこれ絶景ですね。すごいですね。で運が良ければ、あ、富士山ちょろっと見えるんですね。あそこ。あんなにでかいのか。富士山ですよね。見えますかね。ちょっと赤くこうちょっとなってるとね。ちょっと写真撮るか。富士山ですね、やっぱね。お、結構でかく見えるんですね。ちょうどこの裾野にこう、ね、右側だけ、太陽が当たってるっていう感じですね。今ちょっと望遠で、もうちょっと見にくいか。この感じですね。ああ、ちょっと、富士山に当たる朝日をちょっとね、映ると、見てたら
お湯沸いてるの忘れてた。もったいね。よし。はあ。コーヒー飲むか。で、コーヒーは、こう、風磨。風磨のシャープで、ここ、直接ですよ。ね。いや。いいですね。で、これ、もやとかあれが、ね、なくなったら、富士山もっと綺麗に見えるんじゃないですかね。今日はちょっと期待したいなって感じですね。うん、でこうやってなんか、うっすら見えるのもなんかありがたい気がしますね。富士山、まだうっすら見えてくれてますね。もういつ消えてもおかしくないような感じだ。すげえな。インスタントでもうまいっすよ。ね。で、今日ちょっと、ちょっと改善というかですね、一脚をですね、このパニアケースのところに、こうぐるぐる巻きしてですね、滑らないように滑り止めのマットを引いて、でちょっとこういうふうにこうつけてみたんですよね。でここに1台つけて、ちょっとこれグッと伸びますから、でそこから桜と、走ってるシーンをちょろっとなんか撮ってみようかなって感じでね。でヘルメットマウントが手ぶれ防止のついてる AS300で、インカメが、S100V。で、ここにつける予定だったのが S30 ですね。で、S30 持ってくるの忘れましたよ。どうも。で、なので、S100 ですね。インカメ。インカメをちょっとこっちにちょっとつけると。うん。だからその際に、あれですね。音声をどうするかですね。もう音声なんかいらねえな。いいな。で、こっちの左のノブひねるとお湯が出てきたんですよ。なんかあったかいなってことな。湯がついてましたね。へえ。おお、だいぶ。あ、富士山見えるな、まだ。なんかありがたい気がしますね。朝から見れると。で、関東周辺のね、マンションとか、あと一戸建ての人も、見える場所に住んでる人たくさんいますよね。今日も見えたとか言われると、なんか羨ましいなと思って。うん。都内からもね、結構見えますけどね。うちはちょっと、全然こう、見える場所にないんで、ダメですけどね。うん。
で、ラーメン食おう、朝ラー食おうかなと思って、あと確認ですね、あの豚肉を出そうと思ったら、なんと忘れてましたよ。昨日これがクーラーボックスの片隅にあってですね、これ商品紹介すらしてないですよ、これね。いや、塩サバ、え、朝から塩サバかよ、いいじゃねえかよって感じですね。ちょっと、忘れてた、よし、これだと自分で買ったものも、その存在すら忘れてるって、食うの忘れてるんじゃないですね、存在すら忘れたっていうのはもう、やっぱよっぽどあれですね、あの、ホルモンばっかりにこう、気がいっちゃって、ダメージなんだね。焼きますよ。塩そば焼く。ね。ちょっともう、あの、B6 君で炭でやるのはちょっと朝、ね、めんどくさいんで、これですよ。カリカリって焼いてみましょうかね。うん。どうですか。よし。国産ですよ。国産。んで、専用され、あの、蓋じゃないんで、ユニフレームの大鍋ですね。おお、富士山が結構きれいに見えてきた。ああ、ちょっと、弱火にして、よし、ちょっと、おお、いいじゃないですか。取れよ。いや、おお、やれ、ちょっと相当やれ、どうしたもう心をやっぱ上だよね、言わんとね。なるほど、いいやつだ。で、これはこれで保温しつつですね、保温しつつラーメンいけた、ラーメンね、で、ちょっとこれ沸く間にちょっと試食いきます、試食ね。うわー、富士山綺麗だよ、これ。いや、すごいな。テーブルがないんで、ここはテーブルですね。よし。落としたらするんだろうな。で、これどうやって、
ちょっと安定しねえな。おお、ちょっと潮だね。おお、ちょっとだだだだ、いいんじゃねえのこれ朝から。いやいやいや、朝から塩サバですよ。でくんし、うまい、まあ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 、うん、こんなにうまいのに忘れ去られちゃって申し訳なかったって感じね。なかなか、あ、ちょっとずつ太陽の角の関係と雲の関係で富士山のこう形がね、ちょっとずつこう変わりますね。うん、うまいわ。あ、リビング。開いてんの。おいしい。ちょっと札幌一番の辛口のラー油仕上げ味噌ラーメン、ラー油だけが違うだけ。うん、よしよし、ちょっとカレーがもうレギュレーターストーブ、あと確かにちょっとうんついてますね、色はね。ベーシックなやつは、あれですもんね、この用紙じゃないですもんね。うわぁ、今、富士山際立ってるな。え、右側のエッジが効いてますよ。うん、いいな、多いな。おぉ、ちょっと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 、辛いっちゅう。よし、じゃあちょっと、まずノーマルでいってみようかな。ノーマルね。じゃあちょっとノーマルいってきます。うん、どうだ。ちょっと富士山ね、遠くであんまり見えませんけどね、カメラじゃ肉眼じゃきれいに見えますよ。いきます。あ、ごめん、なるほどね、効いてる、聞いてますよ、聞いてますよ、これ。うん、辛口ラー油は。へえ。うん、出ます。うん、まあ、思ったことですね、塩サバに気を取られて本来のこれを忘れましたよ。もともと、何やったんだろう。
雨だな。集中力。そっちは。もう温めないでいいじゃん。温めないでいいじゃん。入れちゃうでしょ。おっさんなんで全部乗せした方がいいんでしょ。全部乗せね。これどうした、これどうした、これどうなっちゃうんですか、これね、全部乗せ。ジャンガラと一緒ですよ、ジャンガラと。よし、入れます。どうですか、具の方もね、まずは、やっぱりこれ存在感がありますね。いきましょう。辛いと、これね、塩サバ、結構合うな。今、デザイン骨があったんで、出しましたよ。ここもちょっと食えないな。いやほら、いいじゃないですか。全部のせ。ジャンガララーメンの、秋葉原に一番最初できたんですかね。どうだったですかね。こっち東京進出の時は秋葉原と、あと赤坂にあったのによく行きましたね。ちょっと勤めてる先が近かったんで。じゃあ、あと赤坂は昔から昔の共同石油のスタンドもなくなっちゃいましたけど、そこに総理官邸のちょっと真下ですよね、屋台のラーメン屋があったんですよね。ガソリンスタンドの片隅でやってた屋台が赤坂ラーメンですけどね。で、そこはもう飲んだらなんか遠回りしても、タクシー探してもなんか行ってますね、そこね。で、そのうちおやつさんちょっと成功してちゃんと店構えましたけどね。飲んだ後のラーメンがやっぱこれね、おっさん大好きですからね。ちょっと骨あるな。全部のせの残り汁って感じですよ。なかなかいいフィニッシュじゃないですかね。日の出、日が差す、日の出で日が差すんですね。ちょっと間に合わなかったですね。もうこれ終わりですよ。もうだけ、インターバルで
ここにこう当たるやつを取ろうと思ったんですけど、ちょっと無理ですね。完全に積み込んでいくと。今はちょっと予定より出発遅くなりました。あの桜見に行ってきますんで、はい、どうも。よし、お隣さんはですね、静岡の方ですね。あの 浜松のちょっと東とか行ったんですかね、心配もないからもう全然あの安心ですね。見るにはですね、もうこちらのキャンプ場も抜群ですよ。もうすごい素晴らしいですよ。まあ、あの名前がね、ネーミングが夕日の潮騒の岬ですからね。夕日だけ見に来る方も結構たくさんいらっしゃいますね。で、これからですね、あの22キロほどですね、走って、南伊豆町の、桜ですね、まあ、ちょっと見に行こうといったところですね。9時から、川沿いの道が、通行止めに車両通行止めになっちゃうので、ちょっとそれまでにあのちょっと到着して、あの軽くあのバイクで流すと、まあ、いったところですね。で、あの後ろにつけたあの延長ポールでちょっと俯瞰しながら、ちょっと撮影も試しにしてみようかなと言ったところですね。頭のベンチレーション開けっぱなしだったからさ、涼しくもして、
ないんで、もうオーバーバーズ上がらなかったですね。12度ですね。10度か、10度ですね。で、腕もあれですね、1枚フリースはもう脱いで、薄いやつとこのジャケットだけで十分ですね。一応の寒くなったあれなんで結んでは来てますよね。
変ですよ。ここが時間になったら話だね。通行止めになっちゃうんですよね、車列。
ちょっと、もう後回しにして、ちょ先にちょっと温泉行きましょうかね。あ、ちょっと太陽がこっぱぎっと出なくて残念ですけどね。まあなかなか綺麗ですね、やっぱね、こっちはいいですよ。おはようございます。
こっちは浅いですね。おお、どうした？どうですか？貸し切りですよ、貸し切り、中の方が有名な天然風呂で泳いでいいらしいですよ、泳いでいい。今日外人さんとかもなんか有名で来ましたね。どうした？あ、ちょっと青じっぽくなった。これもみんな横だとプレーになってるね。泳げますからね。ほんと、泳いでいいですよ。子供とか来たら泳いじゃなきゃって。どうした？これ操作する。なんで？味しないとね。なるほど。こっちはぬるいですね。ぬるいになってんだ。ちょっと厚めに入って、ずるずるに入って、また、ね、メーバル入ってと。こういう感じがいいですかね。おお、いいっすね。ありがとうございました。よいしょ。あー、気持ちよかった。下駄箱行ったら自分と全く同じゴールウィンの靴を置いてあって、俺あれと思って、どっちだと思って、まあ、ちょっとあのやすれてる方が自分ですということで対応しましたね。ああ、でもまた、おう、NC か。なるほど。
並木もね、もちろん素晴らしいですけど、こういったところにポンポンとこうあるのもまたいいですね。おお、いいですね。お年寄り2人が写真撮らせてね、バイクです、バイク、ね、あのおばさんもなんか GS 撮ってますよ、ハマっちゃったな、GS に、ね、天気が晴れなんですよね。晴れなんですよ。雲多いっていうか、これは曇りっきりなのかなっていうか。
こまでこうね、綺麗にこう耳になってる、歯は珍しいですね。ちっちゃいのありますけどね、これ結構大きいんですよね、ここね。早く乗ってますね。すごいですね。4350円。アワビ丼とかこうサザエ丼も良かったですよね。昨日どうしても食べたかった金目煮つけ定食、これにしましたよ。とこいつ焼きハマグリ、焼きハマグリです。聞きましたよ。よし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 。はいはい。失礼いたします。はい。以上お揃いですか。はい。失礼いたします。来ました来ました。じゃあまずはこっちからじゃないかね。これで500ぐらいするんですね。何もかけずに行ってみましょうかね。よし。何もいらないね。さすがに。これと。うわ。塩相当きいわ。うまく取れない。うまく取れないよ。で、これもこっちに置いて。はい、いらっしゃいませ。よし。
うん、うまい。桜はこっちなんですよ。で、今日はこっちですね。こっちです。やっぱ日が差すといい、好きですね。うん。一緒ですけどね、いつも同じ味ですけどね、あれはね、どこで食べても同じ味ですよね、安定感があるっていうか。ああ、でもどうしてもね、昨日食べたかったんですけどね、ああ、ちょっと己に負けて、キャンプ場で食っちゃうということになっちゃいましたからね。バーベキュー禁止。これ終わりか。
行けるのかな、多分行けるんだな。おお、港に出ました。これ行きの森か。たくさんあるんですよね。で、青木サザエ店で飯食った後ですね、隣の、まあ、土産っていうか、あれですね、サザエとか、もろもろ買えるところがあるんですけど、あそこで買って、焼いて食えるっていうのが、あそこのコンセプトですよね。自分はあそこで買って、キャンプ場で焼こうかなと思って、いけるんだな、これが。思ったんですよね。なんかちょっと、もろもろ。ですね、高いってのと量が多くてですね、ちょっと一人じゃもったいないなっていうあれなんで、ちょっと やめましたよ、買うのは、で、その代わり、クモミの漁協がありますから、ちょっと、そこで買って、見ようかなってことですね。キャンプ場の方向ですね。スーパーには寄ってキャンプ場に帰るっていうもう感じですね。で、もう早めに戻ってちょっと富士山とかの風景を眺めながらのんびりやるといった方向ですよ。で、戻りはですね、全部ちょっとなるべく海沿いの道っていうか、を通って、のんびり帰ろうかなと思ってますね。伊豆崎方向、伊豆崎、東大とか行かないですけどね、通り過ぎるだけですけどね。弓ヶ浜大橋、先ほどのあれですね、何の花畑、この辺もなんか綺麗じゃないですか。これ歩道、遊歩道かね。どっか桜がなんか綺麗とかあったら撮ろうかな。今菜の花行ったらすごくいいんじゃないですかね、太陽がパチンと当たって。
がないんで、こっちが行くのか、こっちが行くのか、向こう。ちっちゃいスーパーなんですよね、ちっちゃいチョコ。オラがですね、もう鍵そんなつけっぱなしよ。もちろん僕もつけっぱなし、ね、だってこの習わしに習っとかなかったですよね。なんか設定あった。でかいですね。こっちは刺身用で、焼くのはこっち。こっちはつつこ焼き用で。じゃあ4つください。4つ。はい。すぐ調理します。はい。すぐ焼いていただきます。焼いていただきます。4個かな。だから何キロなのかな、ちょっと。ラッカー感じないですよ。そこ。どれがやるかな、あれは刺身用ということで。あれ焼いたら大変ですからね。で、ここに入れちゃうと。そう、これのやつは今、ちょっとないんですけど。まあいいっすか。あれ切ったのにな。